はい、佐々木でございます。今日はね、あるバッグを買いましたので、それを紹介したいと思います。はい、今日はね、あれです、渋谷のね、ビームスに行ってきまして、買ってきました。はい、こちらね、ビームス、まあ、おしゃれ番長御用達のビームスでございます。マンハッタンポーテージってね、知ってますか？アメリカでね、メッセンジャーバッグで有名な、バッグメーカーなんですけども、まあ、そちらのね、バッグを買いました。はい、今回買ったのはこちらになります。はい、ジャン、はい、マンハッタンポーテージのバッグになります。まあ結構ね、このメーカーのものを使っている方は多いと思うんですけど、まあ、今回なぜまあビームスで買ったかというとですね、まあ、これビームスが別注をかけて、ビームス別注のバッグになります。まあ、色はね、ネイビー、ブラックで、まあ、ビームスがね、まあ、別注をかけたっていうね、ところはこの側面にもあります。ほら、じゃん、ここにね、ビームスと、あとビームスのね、ロゴマークがね、ついてると思うんですけど、まあ、これはね、まあ、ビームス別注の証になります。もうかっこいいでしょ、単純にね。なかなかね、大人気のようで、昨日行ってきたんですけど、最後の1個でしたよ。まあ、全体としてはこんな、まあ、底面はね、こうなってて、で、これ正面、まあ、裏面はこういう感じ。前々からね、このバッグはかなり気になってたんで、やっとね、手に入れることができました。はい、このバッグはね、よく、マンハッタンポーテージのメッセンジャーバッグだとね、こういう、ここにこう、蓋みたいになってて、こう、ペコーンとね、メッセンジャーバッグってそういうタイプが多いと思うんですけど、まあ、そのタイプではなくて、トップにこういうね、チャックがついてる。ここだけ、ここで、まあ、物の出し入れをすると。まあ、ほぼなんかトートバッグに近いようなね、設計になってますね。こんな感じで、ガバッと。もう中は本当にシンプル、本当にただの袋ですね。特に仕切りっていうのがあるわけではなくて、まあ、ここに唯一ね、ちょっと小物が入るポケットがあるぐらいで、まあ、あとは本当にただの何の仕切りもない袋になっております。で、まあ、これ僕なぜ買ったかというと、普段使いね、も含めて、あと、まあ、カメラね、カメラを持ち歩く用のバッグとしてちょっとね、使おうと思って買いました。まあ、僕は今なんだっけ、開く PC バッグと、あとアクリューさんのコルメナというね、カメラバッグを今持ってるんですけど、まあそれにプラスしてね、ちょっと遊び心のあるバッグがね、欲しくなったので、ちょっとこちらを買いました。かっこいいでしょ。いいっすよね。で、まあこういう何の仕切りもないで、この中にどうやってカメラをね、収納するのと、まあ、ちょっとね、不安がありますもんね。はい、で、まあ、そこで、ね、登場するのが、まあ、多分皆さんもよくね、使われてると思うんですけど、こちら、じゃん、こういうタイプね、こういうちょっとふかふかの仕切り板の入ったケースね、これをこのバッグに、はい、こういう形で、間仕切りがね、入りましたので、まあ、これでね、カメラバッグとしてもう十分使えるものになります。かっこいい。まあ、本当にこのバッグ自体の本当に素材がもう軽いので、まあ、ちょっとそこまでっていうね、感じで使うにはとてもいいバッグだと思います。まあ、マンハッタンポーテージをね、使ってる方は結構ね、多いと思うんですけども、
ね、このまあビームス別注の、ね、このバッグをちょっとね格好をつけて使いたいと思います、うん、結構ね本当に大人気のバッグみたいなのでなかなかね在庫が、ないらしいので、もし見つけたらね、ゲットしてみてください。非常に軽くて、カジュアルでかっこいいバッグになります。まあ、それをね僕はちょっとカメラバッグとしてちょっと使用していきたいなと思っております。はい、ということでね、今日はねビームス別注の、マンハッタンポーテージのバッグをカメラバッグとして使えますよというお話でございました。はい、ではまたね次の動画でお会いしたいと思います。ではさよなら。それから一つ、忘れてました。今発売中の雑誌のモノマックス3月号、まあ、これの付録で、まあ、今紹介したね、マンハッタンポーテージのバックインバッグが付録で付いていました。はい、そちらがこれです。じゃん、マンハッタンポーテージバックインバッグね。まあ、ちょうどねこのバッグを買ったタイミングで、まあ、本屋さん行ったらねちょうど売ってたので、まあ相性も含めてねちょうどいいかなと思って買ってみました。ちょっとね出してみますね。ほい、じゃん、はい、じゃん、お、かっこいいかもしれない。はい、こんな感じ、どうですか。安っぽくない印刷がしっかりとされて、ね、おります。マンハッタンポーテージ、はい、でちょっとね開けてみるとこんな感じで、ここに一つポケットがついてて、これね13インチの PC が入るみたいです。あとここはね iPad mini がちょうど入るサイズで、あとその横にもポケットがついているので、まあ、いろんな付属品とかね、まあ、入れることができますよね。まあ、ちょっとしたこう、まあ、バックインバックってこともありますし、まあ、このままちょっとねクラッチバック的な使い方もできるのかなと思います。このバッグの中にこれをね使うと、はい、ということでねこんな感じでね使えば相性がいいかなと思いますのでご報告でした。